新型コロナウイルスは世界28の国と地域に広がり、感染者は4万人を超えました。死者は910人に上っています。新型コロナウイルスによる中国本土の死者は、昨日より97人増え、908人となりました。 感染者は中国本土で新たに3062人増えて4万171人となり、そのうち6484人が重症です。世界の感染者は4万500人を超え、死者は910人に上りました。中国本土の死者と感染者はほとんどが武漢のある湖北省から出ていて、現地では医療機関の受け入れ体制が不十分な状況が続いています。